勝てよ。あじゃ。遅い。お2700。ジャックちゃん全然見えんよ。テリーやったんですけど、めっちゃまた食べた。やっぱり効くね。だけどでそれじゃないと朝やって、うん、帰ってきたら26.5食べてやって、うん、あとこの後13.5ずつ、これハンドフィーリングで、朝あれですよ、そのペリアの時に 15g 薬やったんですよね。それでも帰ってきたら 26.5 ってあるめっちゃ食べた。でもその次の日やっぱゼロになっちゃった、ね、いやこれ期待したんですけど今日ダメだったっす。前回は良かったですけど、これやったの何時だったの？朝です、5時40分。夕方帰ってきたらもう、でも 15g 食べてるんですかね。その後帰ってきたらもう 26g。 元気はめっちゃ良かった。今日ね、うんち一緒なんですよ。昨日はしたんですけど、今日めっちゃ大きいのしたんですよ。多分 2.5 じゃなくてもっと太かったです。いや、本当ですね。本当に2.5、そんな太いの出るかな。昨日も、いや、最初太くてもね、13センチぐらいしたんですよ。特大フランクフルト。そうじゃないの。だからお家で測って 2.6 とか今測ったら 2.6。 いやもう電もんでもうビビビって多くなる。今日多分うんちしたのに 2.7 です。大体 2.6 置いてかれると思ってる。置いてくんよ。すみません、先生、ホテル入院だけど、あの勉強だけ、あの普通に治療入院にしておきまっていいですか。うん、あの治療入院でありますね。はい、で、分かるか、分かるかな。置いてかれるよ。これって結果話したんだっけ。はい、はい、はい、もらいました。じゃあ、この間にちょっといいところで取りますけど。はい、そうですね、このおしっこも気になるんですもんね。おしっこ、この間取れた。おしっこは取りたいよね。はい。とたださ、日曜日がやってないんだよね、計算。はい、はい。いらっしゃいます。で、今日はじゃあ結局、自力ではゼロで、栄養補助で15なんだよね。そうですね。だから、ちょっと食べさせなきゃあんだよね。はい、はい、たっぷりめに。で、あ、夜の薬はまだなんですね。はい、薬のことの目的。はい。じゃあこれ預かります。はい。はい、じゃあ一回、休憩だけど。